東芝プレイ T 富士通富士通モバイルコミュニケーションズプレイ T プレイ T はかつて存在した au やソフトバンクモバイル NTT ドコモ向けに東芝が開発する携帯端末におけるコンセプト東芝のモバイルコミュニケーション社の事業が2010年10月1日付で富士通東芝モバイルコミュニケーションズへ移管されたことに伴い2010年9月30日をもって終了した その後、2012年4月1日に、富士通東芝は、富士通の完全婚会社富士通、モバイルコミュニケーションズとなり東芝は、事実上携帯電話事業から撤退、現在に至る。公式サイトによると、パーソナルエンターテイメントツールのことである。東芝は、2005年10月に、ボーダフォン日本法人向けに、ボーダフォン 803T を発表し、同機種が、 ロングランヒットしたこともあり、その後、携帯端末の音楽機能に力を入れる。その後、ブランド名としてのプレイ T を音楽携帯機能、動画再生機能などにおいて使用していた。ドコモスマートフォンダイナポコット T-01B。ありがとうございます。